熊野川は落語の演目の一つ。小話から発展したものであり、江戸期の文献では、1773年に出版された昭和本、聞き上手の一編、熊川、1779年、タイの未卒の熊野川、1818 18年、落ち花し口鳥魚の熊野川など、類話が多く存在する。これらの原話や演目の成立当初においては、 どちらかといえば、炎症の傾向が強かったが、現在広く演じられているものでは、エロティックな要素は排除されている。早く、仕事を済ませたジンベイが長屋に帰ると、妻からたっぷり用事を頼まれた。炊事や洗濯を終えると、近所のお医者の先生が出入りしているお屋敷で、お祝い事があり、届いたお赤飯をお裾分けしてもらったので、お礼の挨拶に行っとくれ。 くれぐれも、女房がよろしく申しておりましたと伝えるのを忘れちゃ、いけないよ医者宅を訪れたジンベイは、妻から吹き込まれたお礼の工上も伝言もすっかり、忘れてしまい、困り果ててしまう。そのうちジンベイは、真っ黒いものが敷いてあるのを見つけた。医者に聞くと、熊の皮という珍品であり、お屋敷から配慮したものだという。ジンベイが、何に使うんですと聞くと、医者は、尻に敷くものだという。 ジンベイは急に思い出し、そういえば、先生、女房がよろしくと月のワグマの毛皮、三遊亭園長、八百屋青空文庫、ありがとうございます。